の野郎。おいおい、一体何のことだ。とぼけるでねえ。スカーレット商会はもろにヤクザのフロント企業じゃねえべか。おめえがオラを誘導してはめたんだべ。意外と早かったな。どこまで騙せば気が済むか。まあそう怒るなよ。枝豆最後の花道を東京で飾ってやろうという愛情あふれる計らいさ。